プロ野球埼玉西武ライオンズの秋季キャンプが日南市南郷町で始まりました。南郷秋季キャンプには今井達也や高橋光成など投手15人、捕手は森友哉など4人、野手は山川穂高、金子裕二、木村文和など12人で、キャンプ初日の参加選手は31人です。練習の合間に日南市や宮崎県の担当者がキャンプの激励に訪れ、日南市よりザルに盛られた生き伊勢海老、宮崎県からブランドポークの特産品が球団に贈呈。激励に対して辻監督は、おかげさまで2連覇っていう、 もう最大の目標は達成することができましたけれども、やはりこの2年間で、ね、こうファイナルステージに行きながらも日本シリーズに進出できなかったという、まあもちろん、悔しさもありますけれども、やはりそこは冷静に考えると、やっぱり我がチームが今何をやらなきゃいけないのか、何を強化しなきゃいけないのか、そういうところがしっかり明確になってきたんでね、そこはこの秋季キャンプからしっかりとこの若手がこう伸びてこないことには、やはりこの選手層の厚さ、上昇チームをライオンズを作るためには、不可欠なものなんで、この17日までですね、しっかりとこう鍛え直してですね、もう選手たちにはもう死ぬ気でやれと言ってあります。まあしっかりとこの天気もよく暖かいんでね、全力で戦う練習できると思います。まあ、このとりあえずはこの秋季キャンプ17日までですけども、お世話になります。今シーズンリーグ2連覇を果たした西武は、クライマックスシリーズファイナルステージでソフトバンクに敗れ、日本一を逃しています。全体練習ではマーカーコーンを使ったアジリティトレーニングや投内連携、打撃や守備練習など、来シーズンに向けて汗を流していました。西武の秋季キャンプは11月17日日曜日まで南郷スタジアムで行われます。